始まりました滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀にウィーバーです。今回はラジオトーク百科事典ボリューム3の企画に乗っかろうと思います。こちらはね、すこやすみさんがなんていうんですか、番長を務めていらっしゃる企画でございます。で、今回のテーマは花火ということで、花火にまつわるエトセトラをね、語るというような企画になっております。ラジオトークで配信なさっている方はね、ぜひ花火について何か喋ってみてはいかがでしょうか。で、私はね、今回はというかね、今回もですけど、懲りもせずにね、花火について言語学的な話をしていくということでございます。まあ、何の話をしようかなと思ったんですが、今までだとクリスマス、桜とね、このラジオトーク百科事典は、まあ、テーマが決められてて、クリスマスは確かハワイ語の話をして、で桜は、まあ、古代日本語の発音の話をしています。で今回もやっぱり音の話がね、やりやすいなぁと思ったんでね、発音、特にアクセントについてちょっと、考えてみようと思います。花火。これは花と火という二つの単語の複合語ですね。で、後ろの要素が、火がビーっていう風に、濁音になって、まあ、いわゆるこれは連濁と言われるわけですが、まあ、連濁は連濁で面白いんですけど、まあその花火の話に行く前に、この花、フラワーの花っていうのと、顔面にあるノーズの花、これって発音が一緒に思われると思います。花、あ、これは当然方言によりますが、まあちょっといわゆる共通語でお話ししていきますと、花、日本語のアクセント、まあいわゆる共通語のアクセントの規則として、最初の文字、まあより正確にはモーラと言いますけど、まあ1モーラ目と2モーラ目の音の高さは高い低いが違わなきゃいけないっていうざっくりしたルールがあります。それに、照らし合わせると、はーな、なので、低い高いとなりますね。はーな。フラワーの方もはーなだし、ノーズの方もはーなになります。高い低いではないんですね。はなではないです。まあ、この日本語のアクセントで高い低いがいまいちわかんないっていう方は、まあ、ピアノの鍵盤とかね、ちょっとイメージしていただいて、高い低いをこう極端にね、発音してみるとわかると思います。で、両方低い高いで花となってるわけですが、まあ、まるっきり一緒ってわけではないんですね、実は。というのが、この後に例えば助詞をつけたら発音がちょっと違いが出てきます。例えば花が咲いたっていうね、フラワーの場合は花が低く高低くっていう発音になりますが、花になんかついてるよとか言うので花に低く高高になります。花がかゆいとかなんで低く高高ですよね。ちょっと言っててよくわかんなくなってきましたが、フラワーの方は低く高低く、花が綺麗だ、咲いた。ノーズの方が花が痒い、鼻になんかついてるよ、低く高高。うん、多分合ってると思いますが、こういうふうに助詞をつけた時に二つのアクセントの違いっていうのが、明らかになります。まあ、巷ではイントネーションと言われていますが、まあ、言語学的にはアクセントと言います。で、これは、一モーラの、単語についても同じことが言えて、まさに花火の B の方ですね。この火っていうのも、ファイヤーっていう意味の火と、太陽っていう意味の、まあ、火というのがあるわけですが、その場合も、助詞をつけると、ファイヤーの方だと、火がついた。火が、だから、高低になって、太陽の方だと、日が照っ
ている、日が出たとか、日が沈む、だから引く高なので、ファイヤーが高引く、3の方は、日が照っているで、引く高となります。日が十五のツボ。こういうふうに一見同じ発音、同じアクセントと思われる単語であっても、助詞をつければその違いが明らかになるっていうのが、まあ面白いところですし、で、この花火について言うと、複合語になった時のアクセントももしかして違うんじゃないかなと思いました。花火っていうのは、花と火で花火なわけですけど、花火のアクセントはどうなってるかというと、花火、花火、高低低ですね。頭が一番高いです。花火。一方、ノーズの方の複合語は、花毛とかなので、花毛、低高低ですかね。花火と同じアクセントパターンにはならないですよね。花毛にはならずに、花毛となります。ただ、花火のアクセントは結構、もしかしたら珍しいかもしれないです。花火。まあ、さっきも言ったように、花単体だったら、まあ、フラワーの方ですけど、花っていう風に低く高になってて、花火だと高低に変わってるわけですよね。だからまあ、アクセントが複合語になるときにこう、真逆になっちゃってるってことですけど、ただ他のフラワーの入ってる複合語を考えると、花飾りとか、花飾り、花でここは低く高で、まあ単体の時と同じアクセントパターンです。あるいは花模様とか、花模様も、花で低く高で単体の時と同じアクセントパターンなので、花火の時だけ、ちょっとイレギュラーっていうかね、アクセントパターンが変わるのはもしかしたら珍しいのかもしれません。まあ複合語の時にアクセントパターンが変わるっていうのはあるっちゃあるんですけど、まあ後ろの要素になる時に変わるっていうのが、まあ、結構あるパターンな気がするんですよね。例えば花だと押し花とか、押し花。これは、低く高低く低くで、花ってとこがバナに変わって、まあ、連絡も起こってますけど、アクセントが低く低くとなっています。まあこういう風にですね、花単体では分かんなかったことというか、まあフラワーと、ノーズとね、まあ区別があんまり単体だけだとね、分かんないわけですが、まあそういったことが、まあ助詞をつけたりとかね、複合語にしてみたりすると、違いが見えてきたりするみたいな、そんなお話でございました。まあ、ぜひね、皆さんも普段自分が話してる、まあ、日本語のアクセントっていうのをちょっとね、気にしてみてもいいと思います。当然これは方言差もございますので、果たして自分のアクセントはね、どうなってるか。まあアクセントに限らずですけどね、自分の話している言語は一体どういう、まあ特徴があるんだろうかとかね、まあそういった反省をしてみるっていうのも、まあいいことではないかなと思います。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。ラジオトーク百科事典テーマ花火でね、皆さんぜひ参加見て、もう一回参加してみてください。お相手は滋賀15でした。またねー。